あとギドラとか。ギドラと。ラドンか。うん。アンギラス。メガゴジラは出るんだっけ？メガゴジラとキリュウ別でいたんじゃない？ああ。そんな感じだ。で、モスラは、あ、いたね。いるんだけど、ステージギミックかなんかなんじゃなかったっけ？あれ普通に使えなかったっけ？使えるんだっけ？多分。プレステ2だと、増えてるんだよね、キャラがいろいろ。ああ、ゲームキューブモスラどうだったっけか。モスラステージギミックだったやつもなんかのゴジラのゲームであったんで。ああ、あとガイガン使えるんだ。ああ、ガイガンあった。割と使いたいやつはあのゲームにいるんだよね。ね。プレステ2だとジェットジャガーいるし。デストロイヤー使えたっけ？使えたかもしんない。ね。キューブかプレステ2のどっちかには出てたよ。デストロイヤー。あれすごいのがさ、多分プレステ2だけどバラゴンとか使えるよね。ああ、いたよ。下手せ、チタノサウルス使えなかった。あのね、海外のやつが、確かその辺いっぱい使えるんだよ。ああ、そうだね。日本では出なかったんじゃないかと。ああ、そっか。うん。何日本で出さねえんだよ。ね。あの、怪獣大乱闘アドバンスっていうのがあったね。もうね、持ってたんだよ。うん。めっちゃやってたよ。うん。キューブ版知ってるとどうしても悲しい感じにはなったね。ね。まあ、手元でできるっていうのは面白かったけど。あれ、キングオブザモンスターズ、をゴジラに変えました的な感じの雰囲気だった。ああ、ネオジオの。ゴジラとメガロとラドンとモスラ、あとキングギドラぐらい。8キャラぐらいいてよ。ああ、思ったより今何言ったっけ？ゴジラとラドンと、ラドンとキングギドラと、キングギドラとモスラと、メガロ。メガロ、ガイガン。あれもガイガンいるんだ。いたと思う。僕も持ってたけど、あんま覚えてない。怪獣大乱闘アドバンス、白い。情報出るかな？あれ出るんじゃない？さすがに新しいし。あのゲームの何がすごいってあの、なんか無重力アイテム取るとゴジラの。ね、バッテリーが切れましたけどね。話し込んでたらバッテリー切れたね。うん。僕らゴジラ芸人であるところ。僕もちょっと調べてみるか。うん。怪獣大乱闘アドバンス。ゴジラー。懐かしいこのパッケージ。ちょっと緑がかってるんだよね全部ね。怪獣大乱闘アドバンス。あ、メカゴジラも使えるんだね。ああ、ラスボスがキングリドラだったのはすごく覚えてるんだけど。ああ、メガロ緑色だねやっぱり。すごいね、こんな緑だったっけかね。ああクラッシュバンディクアドバンスっていうのが、あ、やってたよ。あ、ほんとだ。6体のほかメカキングリドラがボスキャラとして登場している。そうそうそう、メガキングギドラがやたらでかいんだよ。じゃあ7匹ぐらいいるとか。そういうことだね。ああ、じゃあ思ったよりいたね。でプレステ2だとバラゴンとかがやっぱりいるんだ。ああ、エビラもいるんだ、チャレンジモードに。すごいね。ああ、で海外にいるやつがチタノザウルス、ビオランテ、バラン。ああ、いた。すごいね。映像で見たことあるよバラン。しかもメカゴジラ2もいる。ああ。なんでこれ出さなかったんだよ。ねえ。ゴーテンゴーも出るんだ。そうね、ゴーテンゴーまで。ああ。ゴーテンゴー、セイザー X にも出るから。ああ、ああ、ああ、君から聞いたことあるんですよ。うん。普通に出るし、普通に強いからね。あの、ファイナルウォーズの後にも関わらず、普通に出てきて、強い。セイザー X 並みに強かったよ。なるほどね。うん。なんでセイザー X に 5.5 を出そうと思ったんだろうね。映画だけどさ、他のゴジラ怪獣が何も出ないのに 5.5 だけ普通に出てくるんだよ。おー、謎だよね。うん、なんか出したかったわ。あー、セイザー X、 セイザー X 路線違うのよね。なんかしかも普通の 5.5 に近い 5.5 というか。なるほど。昭和版の。謎だよね。うん。まあ、そんなゴジラですけどね。ね。ゴジラ丸松行く。壊れるよね。うん。要は壊しに来るってことだよ、ね。うん。あの、吹き出しで来て、アンギラスに。丸松に行くぞ、アンギラス。そうだね。つって。なるほどね。うん。まあでもその頃のゴジラもちょっと人間の味方化してるから。ああ。言ったらなんかくれんじゃないよ、人間も。なるほど。あ、ゴジラだ。あ、でもちっちゃくなってくるかもしれないね。ああ。等身大に。あれ、
あれだ、子供向けビデオで出てくるんでしょ。ね。あれ日本語喋るもんね、ビデオだとこちら。喋るんだ、うん。お姉さん、パンケーキを焼いたよ。すごいね。うん。うちにあるビデオで言ってたよ、ずっと。はあ。ゴジラ、ホットケーキ焼いて、フライパンで。すごいね。ゴジラくん、どうしたの？パンケーキを焼いてみたんだ。どうだい？絵面がなんかすごいんだよ。あの、要するに90年代のあのゴジラが、パンケーキ焼いたりしてる。なるほどね。なんかどっかに映像とかあるんじゃないか。あ、あるわ。あ、ニコニコに？ニコニコにあったわ。アップロード動画的な感じで。ほら。うわぁ！ CM 入っちゃったやつ。ニコ動も最近 CM が入るようになっちゃったから、ね、ニコ動もついにそうだったんだ。あ、俺しかもビデオだからさ、最初の映像から始まっちゃう。しかもさ、コメントの一番最初さ、キモくねって広がった。このこれがすごいいいんだよ、このメガゴジラのディフォルメされた感じがさ、すげえ好きなんだよ。面白そうだこれ、結構面白いよ。ゴジラのゴジメちゃんとかいう謎のやつも出てくるから。ああ、女の子版とかそういう。うん。ちょっとメガゴジラ嫌なやつキャラだって。なるほどね。実写映像出てくる。ゴジリンちゃん。ああ。実写あれか、アニメの前に入ってくるとか。ゴジラと遊ぼう足し算って。あ、ほらほらほら。パンケーキ焼いてる。喋るんだよ。このなんかいい感じの声で喋るんだよ。これ音入ってるか分からんけどさ、ああ、まあみんなどっかで見てくれよとか。なんて調べればいいんだっけ。すすめゴジランドだよ。なるほどね。うちにこれのビデオあったから何も考えないの、普通に見てたからね、これ当時。あ、ゴジラってこういうもんなんだなって。これ昔の話って言ってアニメで回想入ってなんだよ。ああ。だからこいつの過去がさっきのアニメ映像なんだ。なるほどね。うん。これいいやつか。ああ、このアニメのゴジラがじゃあゆくゆくはそのみんなの知るあの怖いゴジラになったっていうか。うん。あ、でも実はパンケーキ焼いてくれる的な。すごいね。どういう状況なんだよ。これなん、なんか例えるなら何か知らんけど、うん、なんかめちゃくちゃ怖いヤクザみたいな人が、うん、実は別のところではパンケーキ焼いてましたね、うん、パンケーキ焼いてっか、やっぱ焼いてたね今みたいな。すごいね、うん、思ったより普通に喋ってたのね、うん、パンケーキを焼いたんだ。なんか聞き覚えのある声だよ、しかもなんか他にもなんかの声だよ、あれウルトラマンティガのナレーターの声かな。あー、なんとかだよ。パンケーキ、なんか下手すぎて金太郎スにも聞こえてきたけど。怪獣王と呼ばれる前の話だ。こいつなら丸松行くでしょ。そうだね、そうだね、余裕だね。丸松に行こうよ、お姉さん。こちらくん、丸松行ったことあるの？もちろんだよ。僕は丸松で全部メニューを平らげちゃったから怪獣王って呼ばれてるんだよ。そんな理由で？そんな理由でって言うけど、まあ全部はすごいけどね、うん、じゃあ教育ビデオだからちゃんとメニューの合計金額はいくらかなって。なるほどね。出てくるんだよきっと。でも幼児向けだから違うよ、メニュー何種類あるかなぐらいで。まあぐらいだよね、うん、だからちょうどいいことに丸松っていう名前もひらがなだした、うん、全部で10個だ。あんまないんだよ多分、子供向けのやつだから。なるほど、うん、せいぜい10個ぐらいだよ。実際のお店の商品の全部とまではさすがにやらない。そうそう、アンギラさん、ゴジラ、丸松行ったことあるのかい？僕も行きたいよ、メガゴジラが。それでなんか、別のやつをラドンとか騙して、丸松に行かせようとするんじゃない？なるほど。うん。飛んで丸松へ連れてってくれよ。さっきメガゴジラ飛んでたけど。そうだね。うん。絵柄のメガロとかガイガンもあるんだけど、アニメに出てこないんだよ。あの絵柄のガイガン想像つかないんだけど、うん、目ってどうするの？
いや、あのままだよ、普通に。バイザーか。うん。だから、非常にかっこいい感じになってる。なるほど。ゴジランド、あ、もういるもん、ほら。あ、ほんとだ、うん、ちょっと一人だけかっこいい感じになってる。モゲラもここだけいるんだよ、このオープニングの。あー、モゲラはちゃんと目なんだ。うん、しかも、モゲラ昭和のやつがいるんだよ。まあ、バラゴンも昭和のやつだけど。バラゴンいるのよくわかんないよね。あ、だってこの時点でもバラゴン平成のゴジラに出てこないからさ。そんなメジャーなやつじゃないのにいるから。どうもあれだな、これ、ゴジラとかの右と左の目繋がって見えるっていうかさ、真ん中にコロナってなんか一つ目みたいに見えてきて。モスラだけ正面向いてるの意味わかんない。あれ、このゴジラたちも正面向いてない？いや、上向いてるよ。みんなで。あ、まあまあまあ、そういうことか。うん。モスラだけこっち見てるよ。ああ、まあそう言われればそっか。うん。なんでガイガンここにだけいるんだろう。ねえ。うん、メカゴジラもいいかな。ああ。うん。足し算のもあるから。うちに足し算のやつと、もう一個なんかあったんだよ。なんか何種類もあって。わあ、ほんとだ。うん。数1、2、3うちにあった。はあ。うん。これ今見れば面白いんじゃないかな。ねえ、まあ、さっき面白かったです。今のゴジラブームのさなかみんなで見たらすごいと思う、これ、うん、あ、ひらがなとかもあるんだ。はあ。で、これの主題歌が確かあのときメモのあの吉尾の妹の人が歌ってたと思う。なるほど、うん、あれだ、今思ったけどさ、うん、今もあるな、デフォルメされたゴジラ。ああ、ある。微妙なやつでしょ、あの今ソフビも出たやつ、チビゴジラでしょ。そうそうそう、あれ最悪だよね。あれ嘘、まあ、確かにゴジラ感ゼロだけどね。そこなんだよ、あのゴジラ以外のはまだなんかわかるんだけど、ゴジラがさ、なんか解釈がおかしいっていうかさまあゴジラっぽいとこないもんね。耳部分がゴジラ、確かに耳ある時あるけどこれ違うでしょ。そう、ね、今実物見ながら喋ってんだよあとこの口部分も、まあ、ゴジラは確かに口ちょっとこう出っ張ってるのは分かるんだけど、ああ、こういうことじゃないと思うんだよ。なるほど。色違くないじゃん、もともと。違くした結果、なんか知らないやつになっちゃってるんだよ、こいつ。そうだね、これゴジラじゃないんだ。で、他まだ原型整えてんじゃん。ああ。まあ、微妙だけどね、このラドンとかも。まあ、モスラはまあ、モスラなんか変だよね、これ。こいつさ、あんまデフォルメされてないよね、逆に。ああ、なるほどね。他の緩い感じに比べると、こいつちょっと怖いけど。ああ。キングギドラまあいいよ。なるほどね。うん。ラドンのこの白い部分もなんか腑に落ちないけどね。ああ。なんかペンギンみたいだもんね。そうだね。うん。やっぱチビゴジラ一番アンギラスも。アンギラス初めて見た。アンギラス、まあ、アンギラス見えるもんね。だってこいつに比べりゃ。アンギラスが一番元に近いよね。やっぱゴジラ微妙だよな。あー、全然違うもんね、うん、まあこの頭もいで考えればゴジラに見えるけど頭つけると別だもんね。そうだね。せめてこの耳なければもうちょっとゴジラに見えるんだ。あー、なるほど、うん、ラドンひどいね、こうしてみるとやっぱり。あー、ラドン微妙だね。ペンギンだもんこれ確かにそうかも、ね、これならゴマちゃんでもラドンって言い張れるんじゃん。あゴマちゃん少年が知る。おっつおっおっ、あ、チビゴジラそうか、こんだから、まあ、ラドンも初めて見たけどさ、うん、アンギラスもいたんだね。うん、これあれだよね、我々は今スマホ見ながら言ってるでさ、うん、放送基準してはまあ画像検索で、ね、チビゴジラって僕が見てるやつ全然出てくるからよ。ああ、少年が知る。おっつおっおっ、憧れの天童先生のんまきやいのやいのやいのザザザやいのやいのやいのザ。皆さん何をやってこれあのニコ動に昔からあるアシベを勝手にアフレコしてみたみたいな動画のやつだ。なるほど、ね、今のやつ全部あれか。これまだ時間あるからさ、一旦止めてそれを実物を見ればさ、あ、これがしべのそれかって感じになるんじゃないですか。あ、ついに放送止めて、うん、まあちょっとだいぶこの時間があるから、ね、な8時20分にまあつけばいいと考えると、あ、なるほどね、まあ、そろそろ行くにしてもまあ5分ぐらい余裕あるんでしょう。まあそうだね、うん、
なんかです少年アシメのやつ見るべきまあちょっと一旦放送止めますいやおめえら元気してるからせめて我々で言えばなんていう動画を見たのか、うん、まあ言ったのよ、うん、少年アシメアフレコしたやつなるほどね、うん、まあ出てくるよ少年アシメアフレコとか出てる、うん、憧れの天童先生いやおめえら元気してるか君やるもんね、うん、これをずっとやってるから電子レンジ版でいやだだだだだだってやるもんねコボちゃんのも面白いけどねこれ同じ人がやってるやつ動画してるよパパの神業シュートっていうやつをね我々今収録を止めてよね止めてみたそれを見たというとりあえず駅の方向かっとくかドゥチャチャドゥチャドゥチャお前パスよこせよって始まるからコボちゃんはよくさ、そんな思いほど見るで、ボブもあれだな、そう言われればだけどさ あの、なんていうのなんでその動画そんな見てんのはある程度ね何やな今、後藤武蔵さんっていうやってるけどさ勇者ライターゴッドとかって覚えてないああ、聞いたことあるね、それあれ、あの人の、うん、なんていうの、なんか500ルーメンっていうめちゃくちゃ明るい光が出るライトのレビュー動画はあそれのブログ記事かなんか見たかもしれない あ、そうねなんか明るすぎて部屋がバーンって白くなってて最終的になんか電気代すげえ高くなったからああそのライトはやめましたっていうのを最近なんかの記事で見たよねすごいねああ僕その後藤武蔵さんがそのレビューしてる動画はなぜかめっちゃ見たよ、はあ、ディケイドの頃の動画で確か、はあ僕が見たやつ最近ですからじゃあ違う人かもしれないねあのなんていうのその なんでそこそんな言えるのっていう今のレンジマンみたいなので言うと、うん、そのパッケージ開けるときにハサミで開けるんだけど、うん、よっしゃーよしよっしゃーよっしゃーよしよっしゃーって開けるって、うん、これはすごい覚えてる、うん、さっきの先生飛び箱するシーンあるんだけどさ、うん、そこもすげえ面白いんだよティアホイールルンポイエーイっつってどうかよくわからないチュッハーティアホイールルンポあれだ君が好きなものの中でもトップクラスでよくわかんないもんこれとコボちゃんの同じやつすげえよコボちゃんのやつなんかあれコボちゃんになんかガキ大将みたいなやつがなんとかよこせよみたいなことしやっててそれコボちゃんが家だよって言ったら画面であの手バッて差し出すシーンになっちゃってからあげるってすぐ言うシーンがああそういうことですかすげえ面白い嫌だよあげる嫌だよって映像であげちゃったからあげるになっちゃう嫌だよあげるYo baby なあれは何回か見たけどねもうあの班長ああ班長班長も面白い画面急に横に広がるやつね無理はいけねえ下手だな、ゲージ君下手だよ、面白いあれはなかなかすごかったよ画面系でビヨンって出てる最初普通の人が出てきた、うん、最初普通のマスク作ってる人が出てきてノーウィルと同時に外すんだよねえちょっと顔が班長になって班長の声にアフレコしてるアフレ…なんか逆だよね、うん、班長の声だけの映像がその人、うん無理は続かないそう、カイジさ、あの後結局さああこの放送やるまでに全部見たんだよなるほど、うん、最新の巻まで全部読んだあー、なるほどついに、うん、あのね、ワンポーカー編が苦行だね、やっぱりあ、なんかツイッターで君つまんないって言ってたもんねそう、なんかカイジがただどっかの会社の外人の雇われてるやつ2人と社長の3人がゲームやってるのを眺めてるシリーズもまあ他に比べるとちょっと微妙だけどまだいいんだよそれはなるほどその次のカイジと兵道の息子がポーカーやるやつがほんとつまんなかったあーポーカーっつってもカード1枚でやるわけよポーカーをうん単純にどっちの数字が強いかだけでやるのああそういうことかそういうことになるのかでまあ手元に一応カードが2枚あってどっちかを出すっていうルールでカードは自動的にもう機械で排出されてきてなるほどねで、カイジと敵は一応、8以上の数字だとアップのランプがついて、7以下だとダウンがつくみたいな、ランプで一応お互いがどのくらい強いカードを持ってるかだけはわかるわけよ。2枚どっちも。ほうほうそれで、やるだけなんだよ。なるほど。うん。で、あとなんか、
1個200万ぐらいのなんかトークみたいなやつを出して、うん、まあ金かけ合うわけ。なるほどね。でまあ開示だから一旦もう全部なくなるから、なくなったらもう残り1個はもうお前の命だ。なるほど。で命をかけて戦うんだけど、そのやっぱりゲームシンプルすぎてさ、戦略あるにはあるにしても、あまりにもシンプルだから、最終的にカイジが今アップの方を出してるのかそれとも違うのかどっちだっていうので、もう延々悩み続けるわけ。ひどい時だと一巻に一個も出さない時あるから、ね、すごいね。それで16巻 なんかね、だから2、3冊なら面白かったと思うんだけど、あだからシンプルすぎるルールの割に非常に長いから心理部分が長くなりすぎてだるかった。全然進まないとかだけど、でも今のシリーズは逆にすげえ進むからね。なるほど。その戦いで勝って24億円を手に入れた外人が、その前のシリーズから入れる外人のいいやつ2人と共に旅しながら金をどうやって持ち逃げし終えるかっていうやつで、あ、持ち逃げって、なんかそれは普通に持ってっちゃダメなんだ。まあ一応試合で勝ったからもらってるんだけども、その戦ったやつがちょっと気絶してたりして、多分意思が帝国金融とかの方に行ってないのか分かんないんだけど、あ、取り返しに来るからとにかく逃げなきゃっていう話な。なるほどね。まあそれって正直今までの怪人のストーリーからすると割と台無しな気がするんだけど、今までだって勝ったら金だけはちゃんとみんなくれてたからね。まあでも今までは一応そのクロサギみたいなやつとか一応保証するやつがいたからそれでよかったかもしれないけど、今回いないからってことなんだろうけど。なるほどね。でなんか車もあのレンタカー屋とかで借りると即バレるからどうしようとかいろいろそういうので悩んでる。なるほど。最近はもうカイジの親出てきてるらしい。そうね。カイジの母親が出てくるらしい。はあ。でまあちゃんと話一応進むようになったから面白いは面白いんだけど、まあいつ兵道と戦うのかは知らないよ。兵道と戦うやっぱ来るんだろうね。赤城すら終わったからね。あ、そっか。赤城の続編始まったんだけどさ、そっちはダメだね。あ、そうだった。今3話ぐらいまで行ったわ。あの赤城の、まあ、後継者的な、なんか女の、マミヤってやつがいるんだけど、そいつと偽赤城の時に出てきた、赤城の働いてた工場の後輩みたいなやついいんじゃん。ああ、いたね、いたね。おさむがもう年老いて出てきて、はあ、そのマミヤと知り合いだから、なんだかでなんか、芸能界のなんか裏の勝負みたいなので、まあ、マミヤに戦ってほしいんだけど来ねえから、一旦オサムがもう70代後半ぐらいのオサムが戦って、うん、早く来てくれマミヤっつってるところで3ヶ月ぐらいかけて。あ、なるほど。で普通1話で来て終わんじゃんね。3話になっても来なかったから。はあ。なんでそんな冒頭から引き飛ばさなきゃいけないんだよ。確かにね。一応その麻雀の戦い自体はちゃんと前が進んでるんだけど、なんかそこをもっと早くやってくれりゃいいんだよ。おお。まあ第0話的なやつで一応その間宮の戦い部分が軽く入ってたからいいんだろうっていうことなのかもしれないけど。なるほどね。なんかもうちょっと早くしてほしいんだよね。赤城のアニメも最近また見てるけどね。ああ、ボブも見たやつか。そう、昨日見た回はあの偽赤城の時のあの鉄板のやつにやったけど、鉄板、一旦負けまくって、そうだね、ちょっと賭け金みたいなのすげえ上げて、偽赤城負けていくあたりの話みたいな、昨日。あの辺やっぱ面白いね。僕もそうだよね。なんでさ、見たいアニメいろいろある中でさ、それでもまあ結構見れないのにさ、全く麻雀興味ないのに赤に電話見たんだろうね、あの日。自分でもすごい不思議なんだよね。面白いけどね。ああ、ついつい。あれ知らなくても普通に面白いね。ね。でもなぜ赤城だったんだろう。不思議なんだよね。バイプッシュだ。バイプッシュだ。買い増しはその馬券。凍りつかせてやる。バイプッシュだ。あの歌は面白かったし。いい感じのエンディングといい感じのオープニング。いい感じのオープニングさ、いい感じなんだけど、歌詞全然赤城と関係ないよ。なんかこう頭おかしいやつの歌だもんね。痩せ我慢ばかりで、ね、半年過ぎたが。あれそんな歌だっけ。そん
はあのマキシマム・あ、ザ・ホルモン、それエンディングだったっけ、そう月光や地獄、ね、なんつってるか分かりづらいかし、フリー・テン・スモー、ね、そこはまだ今そういやそう世界や千にはすノイジョンのラチェンの笑いボノニモアクライフ、あ一応ちゃんと赤木の歌になってる、歌詞が麻雀用語いっぱいっていうから、あ、まあ潰れればそうか、うん、ペッペッペステラポッチャーえげつかね、あれの最後のさロイロイって時の赤木がなんか2回振り向く感じの、あちょっと面白いそうだねロイロイテレレレレレテレレレレテレレレレなんであんなテンション高いんだろうな実写映像ちょっと入ってるから、あ、嘘、うん、麻雀やってる実写映像あとあのオープニングもさ、すごいなんか穏やかな歌なのにさ、うん、最後なんとかなーれーなった時キャンって音入る、あ、だってさっきあれもちょっとインパクトあるなんとかなーれーキャンってなる、そんな感じだった気が、うん、麻雀牌バーって打つとこ入って SE がすげえでかい音入ってる、すぐとか、うん、いやあれ面白いよ赤木なんていやだ死にたくない死にたくない死にたくない、平山だっけ、そうだね平山雪男みたいな、雪男だ雪男だ、そうそうそう、僕が先週考えたのが青木ね、青木ね、あ手に言ってたの、なんでひどいよねそれ、ラインでかいやつ、名前なんつったっけ、なんだっけ、全部赤木しげるに対応してるんだよね、なんかさひどくなかったっけ、うん、機械なんだよあいつ、ああ、青木ハゲルだ、はそう青木ハゲル、青で機械の木でハゲルなんだよ、あ赤木茂に対応して、あであの平山の兄でその偽赤木の敵討ちのために本来は軍需工場かなんかの働いてるやつだったのが麻雀の世界に来るんだよ、なるほどね、うん、でやっぱ赤木とあいつらの両方組み合わせた能力持ってて強いんだよ、なるほど、でイカ様がすごい得意なんで、腕にプリンターがついてて、麻雀牌を書き換えられるんだよ確か。やばいね、青木は、はあ。青木通称メカギは。はあ、でなんかいい感じにその他のパイとの整合性とかも合わせられるんだけど、その昭和の時代の話だから、はあ、プリンターの速度遅いんだよ。なるほどね。で5分ぐらいかかるから。1回の戦いで、まあ、1回か2回ぐらいしかその書き換えができないっていう弱点がある、あそれ今ちゃんと聞いたらちょっと面白そうだね、うん、でまあなんだかんだで勝ってくるんだけど、赤木との戦いになったらもう赤木始まったとは上がっちゃったからもう即負けてショック死するんだよとちょっと面白いかもしれない、イカサマするのが主人公っていう、うん、メカギもう一人考えようと思ったんだけど名前忘れちゃった、考えてどうするって話なんだけどね、赤木さん麻雀行きましょうよ、イカ様か、うわ丸松に行くか、丸松でなんか嫌な勝負するんだろうね、丸松で、うん、このカツサンドカツサンドこのカツ丼カロリーがいくらか当ててみるよ、当ててみる、なるほどね、当てられるか、他のはこれぐらいだからとかって予想して、おさむと南郷が一緒に来て、ああこのくらいのカロリーじゃないか。今の僕の LINE のアイコン南郷だから。ああそうだっけ、うん。最近まであのカイジのあいつだったんだよ。なんかあいつじゃない方。あの裏切るやつ。前田だっけ。あメガネか。うん、メガネなんかあれだよね。うん、ジャイアン的な顔。ああ。前だったのが今何号に変わったからね、昨日だから、定期的に LINE のアイコン変わるからさちょっとドキッとするんだよ、だから誰 だこれみたいな、あれ家族に電話してる時とかさ、どう思うんだろうね、あそうかあれ映ってるかね画面にでっかく、そういうことだよね、うん、いやまあ多分何やってんのって思われてるわからんけど、何号、ああどうもちょっと例のやつだよ、ああ例のやつ似てるやつ、そう、うん、青森の居酒屋にさ昭和のポスターめっちゃ貼ってある居酒屋があって、ああボムに激似の顔のポスターがあるっていう、ああこれ
残念ながらね、他の人に見せれないのがあれだけど、はあ、びっくりするぐらい似てるからね、はあ、僕の中学の知り合いのやつ、急にさ、はあ、LINE のアイコンさ、はあ、ウルトラマンネクサスの、はあ、怖いやんじゃん、あれにしてた、すごいね、うん、うわと思って、ああ、しかも全部映ってるやつをまとめてアイコンしてた、ああ、あの家に行ったら大量にあの絵があるんで、ああ、でうわーっていうやつ、なるほどね、うん、だからそのシーン好きなのか、ギャンデルのか、ギャンデルことはないんだろうけど、レクサスといえばあの絵だからね、そうだ、僕も総集編で見たけど、あのシーンすごいわってな、超怖いよ、普通に生きてると思ったあいつの家に行ったらあんなことになってて、ね、で、なんかもう正体は敵のあれでみたいな、でも最後ちょっと記憶を取り戻して頑張って死ぬのでありましたみたいな、はあ、陰惨な展開が、でネクサスのジュネスブルー、あれ影山だって全然気づいてなかったからね、ああ、もう最近知ったからだよね、ネクサス最近やっと全話見たけど面白かったね、やっぱり、ああ、面白いけど苦行だよね、やっぱり、なるほど、今 YouTube でやってんだよね、ネクサス、ああ、週1で、はあ、あれ週1で見るとか拷問だよね、でも当時の人そうだったってことだよね、拷問だったよと、すごいね、すぐやめたもんだから、ああ、1話でさ、まずウルトラマンがさ、あの拳握ってバーンってさ、うん、あのペドレオン倒して終わりじゃん、ネクサス、ああ、そうですね、うん、そこで終わりだ、はぁと思って、ああ、見なかったよ、その後で、まあたまに一応それでもウルトラマンの私たちが気になって見ると、うん、なんか画面暗いとこで、なるほどね、なんか戦ってさ、同じような怪獣と戦ってるからすんげえげんなりして、マックス始まったらわーいっつって、あ、マックスは結構見えてる、マックスの方が新しかったっけね、うん、でマックスでまあ満足して、メビウス始まって、メビウス面白いよっつって、ね、メビウスは見てたね、マックスはやっぱネクサスあってのマックスだからね、あ、今マックス単体で見るとネクサス見た後の人がマックス見るのと多分違うと思うよ、なるほど、うん、待望のマックスだもんな、あ、印象としては、まあね、まあ、ネクサスもまとめて見れば面白いんだけど、あ、実は赤い、赤黒い空でさ、ああ、なんか岩とかあるとこでさ戦って、しかもネクサスって割となんか体力弱いというか、普通に倒したぞって感じじゃないんだよ、なんか、ああ、勝ったけどもネクサスも力尽きて倒れるみたいな、なるほど、感じで、なんか逃げ切らない感じじゃん、ネクサスっていうかウルトラマンで、ああ、ネクサスっていう名前じゃないもんね、ウルトラマンだから、あ、ウルトラマンネクサスではないんだ、あの人たち、うん、まあ今はウルトラマンネクサスって人になってるけど、番組上はあいつウルトラマンっていう名前だから、なるほどね、うん、そこもちょっと嫌だったけどね、当時、あ、そう、なんだろうね、普通にキャラ名で呼ばない感じ、なるほどね、うん、ちょっとこう背伸びした感じの雰囲気を出したか、あえてウルトラマンと呼ぶ感じ、ウルトラマン、仮面ライダーもさ、あの平成はさ、一時期仮面ライダーって言わないやつがちらほらいたじゃん、いたね、あの感じだよ、あ、逆にね、うん、ゼロワンどうなるんだろうね、一応サブタイトルは俺が社長で仮面ライダーって言ってたけど、本編でも仮面ライダーって呼ばれるようになるのかね、でも仮面ライダーって呼ばれるようになるんじゃないかな、なんかなる雰囲気あったよね、1話の時点で、ねえ、人々があいつを認識してダブル的な感じで仮面ライダーって呼ぶようになるかもしれない、そう、仮面のライダーって覚えるようになるんじゃないかな、ああ、ダブル、そこが傑作だったからね、ああ、街の人々が仮面ライダーと呼ぶようになりました、すごいよね、ああ、あれすごいよくできてた、あれ秀逸な感じだった、あれが平成仮面ライダーの中でちょっとベストなシーンに入るかもしれない、最強クラスだね、ああ、4話ぐらいのやつ、ああ、最初はだってダブル、本編でもさ、ダブルとかしか言ってないもん、そうだね、半分こ怪人とか言ってるだけで、ああ、で、おい、俺たち仮面ライダーって呼ばれてるぞみたいな感じで、最初2人で1人の仮面ライダー、ダブル、だから最終回とかも傑作だしね、
最初から傑作の終わり方するぐらい、オープニング流れながらいつも通り戦って終わるっていうね。で最後画面の下に1年間応援ありがとうございましたっていうのが出てくるのがすごくいいんだけど、あでもあれ配信とかになるとあれないらしいね。ああそうなんだ。1年間ありがとうございました。なんかネットで見た画像だとあれなかったから、多分 DVD とかだとないんじゃない。ああでもあれあってのあの最後のシーンだと思うんだけどね。え、そっか、確かに DVD とか配信で見てる人は1年間じゃないんだもんね。うん、1年間ありがとうございました、応援ありがとうございましたみたいになってカメラで食べる終わりっていうね。え、秀逸な最終回。あれが駅の前しばらく回るか。うん、最後の敵がまあどうでもいい感じなのも良かったね。え、そうどうでもいい感じ、いつものなんか雑魚敵みたいなんだけど、うん、あれ良かったね。ダブルの最後の1ヶ月ぐらいすげえ面白いもんね。え、傑作でしょ。まずあの大ボスのテラ倒して、うん、さらにユートピアも倒して、そう最後は普通の怪人で終わるね感じ。傑作だよあれ。ダブルのさ、だってはあのあれがどれぐらいだったかってさ、うん、僕今でもブログやってて、うん、そのいや昔よりも平均アクセス数がもちろんだけど伸びてて、うん、なんだろうな、その要はダブル放送当時の平均アクセス数と、うん、今の平均アクセス数5倍ぐらいになったと仮にしてね、うん、ダブル1話が始まってダブル1話面白かったって感想を書いたの、うん、今の平均よりも5倍ぐらいいったって1日で。ああすごいね。でその当時から言ったら何倍ってことになる。そうそうね。いやもうあれだよね、いやすごいことになったんだよその日。うん、後にも先にも1日であの数いったのをダブルの1話の時だけで、はあ、ダブルの1話衝撃だったもんね。やっぱりまずさ期待値がゼロになってるわけ正直、ね、ディゲードの最終回があったから。あで、ああなんかディゲード急に終わってなんかダブルが始まるのがで1話見た時のこれは1年間期待できるか、ね、まあ、ゼロワンの1話以上だよ。ゼロワンの1話も相当だったけど、ゼロワンの1話もまあジオの最終回からの流れとしてはこれは期待できるわってなったけど、ダブルがやっぱ一番だよ。ダブルもはっきりはっきりとした実感があったもんね。うん、これはもう1年大丈夫だろうなと、ね、あこれ面白いなって、うん、なって、まあそこでさらに4話のその仮面ライダーつってとこでもう一切問題ないもんね。うん、でまた5話6話ぐらいのあのなんかちょっと父親を失った娘的な話で、あでもいいわこれはっつって、ね、ゴキブリでちょっと下がってゴキブリが唯一そうちょっと不安になったけどその後別に下がんなかったからね。ねえ、ゴキブリだけは下がったけど、ゴキブリ界我々よくあれだよね、こうダメな回として平成ライダーダメな回ベスト3に入ると、あれと旧館長と旋回かな。旋回ね、うん、ティケート最終回とかはもう例外だからね、うん、そういうのにカウントしちゃダメなやつ。ああ、うん、旧館長と旋回、旋回もまああれ番外編だからね一応。でもそうなんだよ、うん、にしてもちょっと入るな。ああ旋回記念レベルのやつって、そうしてみると外部以降はあんまないか。あー外部も番外編的な回いろいろあったけど、でも一応番外編も面白かったね。外部ね、機械だとかサッカーとか、ね、機械だでもタイミング最悪だったよね確か。そうあのデムシュみたいなやつが、うん、ついにザワメシに現れたぞっつったとこで機械だ入るんじゃなくて、あー待って入って俺はあの時の2週間前の話だみたいななんか入って機械だ編2話ぐらいやってみたいな、すごい横道にそれた感あった。あれあれなんじゃない、僕今ちょっとパッと思ったんだけどさ、 あの脚本監督が仮面ライダーやったことない人でだったじゃない。そうだね。ですごい面白かったじゃない脚本の人だからだけど、あの上の人がさなんかいけすかねっつってさ、ああちょっとこの特別会命令だからやってっつって無理やりやらせたんじゃない、まあ、ないと思うけど、まあタイミング的に機械団の映画やることになっちゃったから入れてねっていうのは絶対入ったよね。え
特急ジャーとの合体スペシャル、 あれ合体スペシャル自体は面白かったけどね、あれも。まあね、あのサッカーで横道にそれた時もちょっと微妙だったから、映画のやる時にね、映画の内容もまあ何とも言えない感じだったけど、ザーメシが戦争状態になるやつ、あのカメラライダーカムロータがいるやつのボールになって終わったから、え、あのライダーが全員集合だっつって、あのカムロータがもう青い一緒に並んで、並んだ瞬間もう即ボールになって、あ、その後は外部 あのライダーたちが全員そいつを蹴って敵にぶつけて終わり。あ、そんなんだっけ、あれもライダー全員って言ってもデュークだけいないんだよね、確か。なるほど、その中途半端さ、デューク以外全員いたんじゃないかと。ハゼちゃんとか含めて、あとペコが変身した黒影、ああそんなのもいたな、黒影シーンだった。なるほど、外部闇っていうのがあった。はあ、カメラだ、ゼロツー。でもゼロツー、ゼロワンだったらゼロツーかなっていう予想は結構されてて、2号ライダーゼロツー、そしたらまさかのバルカンだろうね。うん、熱いバトル起こせ、なんだっけ、熱いバトル起こせ、あれバルカンみたいな曲名だったっけ。いや、ターゲットだよ。ああ、ターゲット赤い衝撃みたいなやつ。あれじゃ気になるんだよ、バルカンってそんなこと言う。いや、ゼロツーだから。あー、そういうことか、なるほどね、そしてバルキニー、なんとかかんとかてれれて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 れれてれれて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 れ、何それ、ゼロツーのなんかの歌。あ、そういうこと、なんとかなんとかかんとか全然わかんない、なんたらかんたらどちらに立つかなんたらみたいな、そんな量があったっけ。何個があるかね、まあ、ゼロツーのそういう歌もね。新しいファイター、そう、それはそうよ、これすごい負けたくないと思ってる、でてててて、これあの最初のやつのつかめ描いた夢をぐらいいいと思うね。並んでるよね。並んでるよ、多分位置づけも一緒なの。そうだね、テイマーズのやつも、まあ、何個かあるけど、やっぱり光を放つダラダラがいいと思う。ポーはね、あっちの方が好きだな。世界が変わる、そう、あれもいい。ルルデデレレレレ、あの静かに始まる感じ、ね、一番最初に流れてたなんかカードの歌みたいなのもあったけど、ああスラッシュなんだろうみたいな、デレテデレデレレレレレってつかんだ。そんなやつあった。でてて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 て。フロンティアの歌全然わかんないよ、そう知ると。ああ。記憶にない。オープニングしか出てこないね。エンディングもなんかあんま覚えてない感じの歌だね。ね。まあ、フロンティア見てないもんな、僕もほぼ。フロンティアの時代ってもうなんかデジモンオワコンかと思う。ね、ちょっとね、もうダメかなって思ってたよね、なんか。ああ。人がデジモンになっちゃうおしまいだよなって思った。当時。誰も見てなかったね、周りで、それは。ねえ、たまたまやってたの1回か2回見たぐらいだね。自分としては。まあ、テイマーズの時点であんま見てなかったけど。なるほど。テイマーズまだおもちゃはちょっとカットしてたね。食玩のあの、デジバイスみたいなやつ。カードも持ってたしね、テイマーズ。フロンティア、セイバーズはあんま分かんないよ。そうね、セイバーズも全然ね。クロスボーズは見てたけど。よくリー君の名前が分かんなくなる、リーチェンジャーだったっていう。ボンリーじゃなかったね。ボンリーゼータガンダムのやつ。そうそう、あ、なんかどっかの英語の関係者のやつでしょ。そう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 、カミーユをなんか殴るやつじゃなかった。殴るやつだったかな。カミーユ殴るやつじゃなかったっけ、ボンリー。カミーユ遅刻してきて殴るやついたよ。ああ、もうそのシーン自体はちゃんと見たわけじゃないんだけど、ま
個さ、それつながりでもう一個さ、調べてほしいというかさ、やっぱモンリーちょっと神湯殴って神湯ぶっ倒してるシーンある。あー本当だ、うん、パパさ、うん、ベイブレードのさ、うん、主要キャラ4人いるじゃない、うん、レイだけ名字思い出せないんだよ。思い出せない。木宮隆夫、そうマックス、マックスね、簡単なんだよ結構、うん、水原だよ、うん、で、カイトが一番簡単かな、うん、全然覚えてない。カイは日渡りだよ。ああそうだね。そう考えるとさ、レイってなんだっけ。あいつ中国キャラだって。でさ、ボブさ、どうしよう、そうするとさ、あれじゃあウォンかなってなっちゃうんだよ、うん、でもウォンレイってさ、ガッシュベルのキャラクターだよ。ああ、嫌かもね。ってことはレイ違うよね。ベイブレードレイで調べて出てくる。あれコンレイかな、もしかして。コンレイだね。あ、うん、コンレイだよ。なぜか今パッと出てすごいなんか、うん、そうだ、なんかドライが僕の中で一段劣る感があるんだよ、なぜか。僕逆にさ、うん、なんならちょっとこう人気1個前に出てるやつっていうイメージだよ、うん、なんか4番手っていう印象がある。あ、嘘。うん、まあまずタカオいいんじゃん。うん、タカオ、うんうんうん、カイ、うん、マックス、うん、次レイ、あっていう印象。でもさ、キャラクターをさ、歌でもだって4番目だから。そうだよね。ドラグーン、ドランザ、ドラシール、ドライガー、ドライガーよみがえれ。でもあれ確かさ、多分順番並べるんだったらさ、ああタカオ、カイ、レイ、マックスになるはずだよ。まあそうか、マックス防御型のやつだもん。そう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 、ああミーはなんとかね。確かさ、キャラクターが順番に映るエンディングでもさ、ああ、あの後ろから順番に映るんだけど、ああ、マックス、レイ、カイ、タカオの順番だったもん確か。ああ、マックスが漫画で最初に使ってたプロトシールとかやつさ、え、出さないのかな、おもちゃで。そうなったんだ。ああ、ね、よりなんかガシャポン の裏側をそのままアタックリングにしたみたいな感じの不思議なやつだったよ、プロトシールは。知らなかったそれ。ああ、それ漫画の1巻か2巻ぐらいに出てくるんで。ドラシエルのプロトタイプってことか。ああ、ベイブレードの僕の覚えてる知識の数少ないやつの人、確かネットで勝手に作ってた人いたんじゃなくて、すごいね、自分で頑張って。はあ、プロトシエル、プロトシエル作った。プロトシエル、ベイブレード、このブレードは俺の分身ね、ブレード分身って言っちゃったよ。ああ、みんなの希望抱いてかけろ。でも何年か前に、本当ちょっと何年か前だよ。ああ、やってた時期あったよ。弟とベイブレードさ、うん、めっちゃやってた時期あったよ。今また流行ってるよベイブレード。そう、面白い。ガチンコっつってたよ。ガチンコ店で CM 流して。ああ、あのやっぱさ、何があれかってさ、うん、決着のつき方が停止とリングアウトだけじゃないんだよね。はあ、あ、バラバラになるのか今。そう、 あれ面白いよ。何回かぶつかってるとさ、ああ弱いやつだとバーンっていくんだよね。確かにあれ楽しそうだよ。めっちゃ面白いよ。ああ、車止まってんの、そういうね、そろそろも止まって。そうだね、整えたい感じだけど。まあね、そんな感じでね、とりあえずまあ放送これ止めますけど、ああ次回の家電フレンズは多分生だからね。そっか、10月7日の家電フレンズが、まあ、夜9時ぐらいなんじゃないですかね、やるとすればね。まあやるとすればその日の朝とかにツイッターとかで告知書くと思うけど、ついに家電フレンズ生が1年ぶりに帰ってくるね。1年に1回生放送やるみたいになってるね。うん、そうですよ。去年も10月だったもんね。うん、そんなわけでね、皆さんまた次回会いましょう。